地蔵は場に1枚、手の内に2枚なので山に1枚。はい、よくできました。はい、やっと足し算できるようになったね。さてこれリャムピン、イスピンどっちも小さいんですよね、うん、ウーソースーソー外しますかね、初、うんうん、青はでも一応ションパイなんですよね。ションパイでもやっぱり、ね、やっぱり自配の方が安全度が高そうには見えますよね、うんまあ、ウーソースーソーも多少行きやすいって言ってもスーソーは通ってないですからね、うん、ウーソーが現物なんですね、うん、ウーソーは現物。お、これでリーチ、イーピン、ウーピン、ウーピンのシャンポン、イーピンが1枚だけ、どっちか当たってるだろうって感じのリーチですね。あ、びっくりした。そこかと思った。お、缶、ローソーの缶、ローソーのアンカン、シンドラがパーピン、ケツから、あ、ごめん、あ、ケツ言うた、危ない、言うた、言ってない、言ってない、言ってない。1対1ですね、これ。うん、チャッソーとイーピン、でもこれ、あ、でもイーピンウーピンないですよ。ワンチャンさん、チーソー大丈夫ですか？イーピンウーピンないの？あ、ごん、あ、ごめんなさい、1ピンあるとか、あるでしょ、あ、ごめんなさい、1ピン1枚あります、はい、1対1ですね、すいません。うん、チーソー大丈夫ですかこれ。あ、現物は、スーソーあるんですね、スーソー、スーソー行った後は、あ、でももう山ないから大丈夫か、うん、お、仕掛けました、仕掛けて、え、これこれは配定ずらし、いや、配定ずらしではなさそうです、あ、半か、あ、なるほど、あ、なるほど、おー、テクニカル、テクニカルですね、すごい。へー、技が出ましたね。さすが、さすが、ちゃんたさんとパンダさんの2人転売で留局いたしました。パンダさんのレンちゃん、トーン1曲、日本馬、ドラは3層です。コス言われてますけど、いやいやいや、いや、コスくはないな。テクニックですね、すごいですね、うん、あれとっさにできるのが考えてたんですかね、ずっとでしょう、うん、台に入っていくなっていうのは考えてたんでしょうね、うん、俺だったら絶対ちょっと待ってって言うな、うん、私やったら何も考えついてなかったな、俺だったら多分ちょっと待ってって言うだろうな。今日の特別技術賞ですね。チャンタさん、チュンが統一、ワンチャンさんも結構良さそう、ペンサンソがちょっとネックになってる、ね、ドラ受けですね、うん、でも3枚いてんのか、3枚も山には、うん、うん、ただ他に入っても出てくる範囲ではないんでね、うん、なかなか。さあ、パンダさんはちょっと苦しい、これで、うん、チーピンを打っていいシャンテンに取りましたね、いいシャンテンには取るか、うんうん、ローキュウソー入った時はどっちで取ります？でも今のリャンソーつもぎりにして、うん、チーピン残して連続系残すっていうのもそうですね、ありですけどね、それとどっちからの選択ですかね。あ、これで迷いなく、うん、チャンタさんがローキュウソーで、チャンタさんちゃうな、ワンチャンさんがローキュウソーでリーチ、ご褒美来そう、うん、6予想は場ゼロ、手の内1、2、3、4、5、6、6枚ってことは残り2枚、正解。あー、9層出ましたね、うん、テンパイで出ましたね、はい、はい、ワンチャンさんがリーチ、ドラドラ、ウライチ、8000の日本馬で1万点とチップ1枚、ご褒美来ましたね、うん、はい、はい、大変よくできました、ありがとう。私ちょっとあの褒められたら伸びる子なんで。さっき言うとこ。サトン2曲、親は先ほど上がったワンチャンさん、ドラがシャーです。さてさて、あんま、かなりまとまってましたね。パンダさんがちょっと春が統一の123があるけども、ちょっと他の形が苦しいですね。うん、そうですね。あ、ちょっと青も統一、あ、これでだいぶいいんじゃないですか。ちょっとパンダ眩しいですかね。うん、はい、今ちょっとパンダさんのところの画面の明るさを調整に向かいました。え、暗い？うん、ちょっと明るい。明るい。はい、あ、明るい。あ、光ってるね。あ、関連素入った。ぐっと締まりましたね、ワンチャンさん。関連素入って。あ、初がボービー。あるのとないのやったら全然違いますもんね。
リャンメンになりましたね。ちゃんたさんも、ちゃんたさんの手が高くなりそう。よいしょ。あれ何来たら嬉しい派ですか？どれ？ローソーとか。サンタさんの手。嘘。嘘。ローソーとか。あ、でも急走ないっすね。もう。あ、急走ないの？じゃあ、スーソー。じゃあ、スーソー。見えてないからもう。いやいや、見えてますよ。急走2倍ゲーですよ。あー、はい、見えてるんですね。やっぱりウーピンかな。ウーピンが一番いい。あー、なるほど。ウーピンが一番いい。そうですね、ウーピン一番いいですね。馬的には僕スーソーの方が嬉しいかもしれない。うん、この川なら。あ、これはちょっと迷いますね。9層切るでしょ。9層ないですからね。さすがに9層切るでしょ。うん、今ウッパーピンも薄いし9層ないですからね。うん、これは9層切りそうですか。ね。はい、さすがに。パンダさんが青とパーソーの。さあ、そしてこっそりパンダさんがテンポですね。はい、黙ってん。うん。これでまあ9層切って、うん、形の良いシャンテン。うん。これでテンパイ、ワンチャンスさん、ヤンウーピン、ヤンウーピンでリーチ。あ、そう、このパーソーは当たる。うん、けどリーチに通ってないのでいかないかな。あ、行きました。あ、ワンチャンスですもんね。うん、そうなんですよね。パンダさんがチュンドラ、なんじゃこりゃ。4000点ですか。チュン一丁のテンパネなんで50分ですね。今残に、はい、残には4000は5000、4000は5000、難しい手でしたね。うーん、トン三曲、親はチャンタさん、ドラが三層です。さてさて、あ、ペガと一致、うん、チャンタ系ですね。こちらワンチャンさん手配。ん、何か迷ってる。うん、花をちょっと悪すぎて鼻抜くか迷った感じですかね、もしかして。まあ、かなり悪いですからね、これ。ちょっとあれか、うん。まあ、チャンタさんは、トン、ハクトイツ。白もトイツ。もうこうなると、チートイツぐらいしかやることないですもんね。はいはい、これぐらい、ちょっと手配がまとまってない。うん、ちょっとこれでは仕掛けたくないですよね。ね。あ、チャンタさんがダブトンのポン。お、三蔵引いて、ドアを三蔵引いてちょっと、うん、よくなりましたね。よくなりましたね。これチースあたり引けるとだいぶだいぶいいですね。あ、この方がいいんじゃないですか。うん、チースよりもこれの方が、まあ、これで白が出て鳴かず、お、アンコになりました。アンコールから鳴かなかったと。うん、これ一応ローソパーソ、うん、切らない、ストレートに行きましたね。あ、チーピン切ってるからや。うん、まあ、結構受け入れも違いますからね、これ、うん、チーピン切ってるからね。立て重なりがありますからね、チーピン。なんだよ、また来んのかよ。すごい、ワンちゃんさん、なんか気づいたら。気づいたら。うん、さあ、これドラが出ていきますが、カンチーソーのマンガンテンパイ。はい。ワンちゃんさん。ペイはもちもちなんですね、これね。はい。お、これでスーソー、あ、ウーソローソー。ウーソローソーはローソーが中筋にはなってますが、ちょっと捨て配的に、うん、あ、チーソー仕方がない。仕方がない。俺は仕方がないわ。それは無理だわ。ちょっとワンちゃんさんもう引き気味、うんうん、ちょっと切り順的に普通の両面じゃなさそうなんですよね、うん、あれ捨て配見ると、うんうんうん、ピンズはイースピンも取っちゃったし何もなさそうで、うんうん、イーソもあんこ筋なんでちょっと切りづらいですよね。うん、まあ、リャンソーは特に止まるし3ピンぐらい切るんじゃないですか。うん、3ピンは手代わり前、まあ、3ピンは切りやすいですよね。うん、3増チートイツに回るかと思いましたけどね。そうですね、うん、リャン面があるならイースーソーリャンソーが危険だと思う。そうですね、イースーソーがかなり怖いところなんで、はい、最終手足パーソを見てるとちょっとその周辺も聞いたくないですけどね。うん、チートイツの方が良さげだったんですがって感じですね。
さあみんな言いそうで苦労します。あ、これで言いそうを切れるか。これでも同層で回ろうとちょっとしてますか今。うん、あ、言いそうで行きました、ね、行きました。こうなると逆にこのローソー、うん、ローソーが危ない。あれはローソー街に見えないですからね。見えない。このローソーはかなりいい街ですね。うん、ここでちょっと危険牌持ってくるとローソー出ちゃうかもしれないですね、うん、ピンズがでも切りやすい状況に、ね、うん、なってるんですね。ウッパーピンがやばい。あ、ウッパーピン通っちゃった。となるとこれでもスーチーソーとかが相当危なく見えますねやっぱ、うん、こうなると。ああ、ローソー行ってたら上がってたと思いきや、うん、思いきや。スーチーソー、スーチーソーまで通っちゃった。もうなんじゃこりゃって感じですね。これ集まりましたね。トントン白ドラドラ、花がないのでマンガンのつも上がりです。結果的には大正解ですもんね。ワンちゃんさんも粘ってリーチ行きましたね。はいはい、うん、チャンタさんのレンちゃんトン3曲1本はドラはローソーです。トンがドイツ、あ、一品ドイツ、リャンソドイツ、チャストアンコってことは。ちょっとパンダさんの手あれ、ね、これもうスワンコや。いやー微妙ですね。まだまだ微妙ですね。もう一個、もう一個あんこできたら結構いいでも状態がね、うん、そういう感じではない。久しぶりに来ましたね状態。パンダさんは結構今いいんじゃないですか。あ、これはもうスワンコや。いやチートイツです。さあトンから仕掛けましたね。ああ、あ、トイトイの方が上がれそうですね、うん、確かに。イソリアソとかもすぐ泣けそう、うん、でも逆にこれイソリア、あの想像の下の方がいい待ちそうだからペンサンソも残したい感じにもなりますよ ね、はいはい、まあ、自然にペンサンソも残っていいんじゃないですかね、うん、ワンちゃんさんがローソー積もってきてちょっと考えます。そうそう、切るでしょ。あ、イソからいった。これをポンしてリャンソイーピンのテンパイ、あっと思ってるでしょうね。うーん、さあこれ9ピンパーピンのあたり切りたいですか。でも泣かれたがためにこの換算数を入れたんでいい泣かせだったかも分かんないですし、まあ分かんないですね結果出てみないと。これちょっといろいろと切りづらくなってきてる、うんうん、ピンズはちょっと切りづらい感じですね。でも上がりそうですよね、うん。リャンピンは多分今通ってたとは思うんですけど。あ、テンパイ、うん、どうします。親につきリーチでしょう。でも運送が表示牌なので、うん、運送を切って三道短期で行きましたね。あ、積もりましたか、はあ、リーピン、うん、はい、トン、トイトイ、ドラ、マンガンの積も上がり。こちらが今上がったパンダさんです。わかるやろ。大体間違いなくパンダさんです。難入しました。親はパンダさん、ドラはパーソ。落ち着いてますねパンダさん、うん、あの手なんかでもあんまり特にいい感じではないんですけど、うん、ちゃんと上がりを拾ってるって感じしますね。はいはい。お、これこそスワンコ、これこそスワンコ、スワンコや、これこそスワンコが見えるんじゃない。あんなもさっきウーピンとか切ったらダメですか。これはやりすぎかな。ウーピン切ったら、あ、重なった。ごめんいやもう後で報酬するの嫌やから。いやいやいや、まだ早すぎるでしょ。早すぎた。あ、チートイツのイーシャンテンが、おっと、本当に来た。あれもうウーピン出てもポンとかしないしないしないさあ、あります。え、ウーピン、キューピン、E1 は、バゼロ。いや、あ、E1 が1枚出てるんか。キューピンもこれで1枚出る。あ、ほんまですね。あ、ポンしましたよ。現実的や、現実や、うん、まあ、花も2枚抜いてるし、うん、赤もあるし。E1 とウーピンのシャボ、早く、早くあるかどうかですね、うん、うん、
まあ、E1 も1枚飛んでますね、うん、どこにあるか。サワンチャンスさん何を切って E3点、E3点ですね、はい、ここも E3点になりましたね、うん、これどうします。これでもポンとか入ると何が当たるか分かんないんでね、うん、まあ、9ピンポンカー入ってますからね、うん、トイトイ系っていうのが分かってるんで、うん、何でも当たりますからね。あのステハイヤとしょっぱい切りにくいですよね。あのステハイヤとトイトイもあるし、切れる厄介もあるし、厄介がありそうなのが、まあ、実際何があんこなんですが、一応全部切れてはいるんですかね。ペイが、うん、全部一応切れてはいますね、うん、転敗しましたよ、カン3ピン、うん、ワンちゃんさんの3ピンは大丈夫。あ、まあ、でも3ピン切りにくいですからね。割と大丈夫、割と大丈夫、何でもありそうなんで。あ、あんこなった、ダニアンソー、僕が泣くかと言われてますが、うん、どれです、チャンタさんの手ですか。ん、何、チャンタさんの9ピンやと思うんですけど、はい、あ、出ましたね、いい出た、うん、泣きます。もうちょっとサンマー天保五段でボコボコに会えてる僕には分かりません。チャンダさんがなんといといドライオンハネマン、なんといとい1234、はい、ハネマンの出上がり。まあ大体泣いちゃいそうですけどね。うーん、9ピンからも泣くんですか。うん、うーん、加藤さん泣かないですね。僕は泣かない、1枚スルーしますね。イーマンはもう1枚出ちゃってる、イーマンが出た場合はそれは泣くでしょ。泣きます、うん、それは人として。あの、どうしても100万本がいる条件だったら別ですけど、うん、まあ、そうじゃないんで。そうですね。何2曲、親はワンチャンスさん、ドラがシャです。展望捨ててるようなもんでしょ。それだったら確かに。あ、ポンだ、うん、さあこういう感じで安藤天杯、はい、これ両ピン出たらポンして、はいはい、いい町になりますね。両ピン出そう、さんが、あ、これで両ソー両ピン、あ、いいですね。この両ピンはかなり、うん、ちゃんたさんも引く範囲によっては両蔵が出ていきますが、三蔵だけ、三蔵あんまり引かなそうですね。この2ピンかなり危ないですね。さあこの3ピン、あ、リソー切りましたね、うん、これ危ない、危にゃい。さあどうする、うん、あ、出やすい、出ましたか。3ピンがねちょっと早めに出たんで、うん、はい、ワンチャンスさんがなんドラ51,800の出上がり、平たいですね、うん、そして丸くなりました。パンダさんだいぶ走ってたのに、うん、オーラス、いや、また何2曲ですね。あ、何2曲、はい、何2曲、1本場、ドラは何、ワンチャンさんの連チャンです。ここはパンダさん上がりたいとこですね。そうですね、うん、ジャンサクが2枚並んだ、あ、ほんまや。あ、いい酸素入った、うん、ここちょっと上がっておくとオーラス条件ありますもんね。もういい3点、ワンチャンスいい3点。さあ、ハク、あ、まだ出てないか、ごめんなさい。これでスッチーピン、うんうんうん、カンはイーハンプラスではないですね。ポンポン、これでスッチーピン、うん、テンパイ早い。花は、花は、花はなさそう、なさそうですね。ハク、ドライチ、白一丁、2000オールは3000オール、2点は3点、はい、まあ、ポン点だからね。ポン点ですからね、うん、何2曲、日本馬参入してこう、1回上がるごとに手が軽くなるってありますからね。ありますね。ドラはトンです。お、ドラが統一、ペイも統一、6チッパ、3、4、あ、めっちゃいいじゃないですか。ん、チャンタさん、チャンタさん、うん、もうポンやポン、めっちゃいいかな。え、めっちゃいい、めっちゃいい、もうこれ上がれるわ。ノーコメントにする。いや、親でもないし、ペイ出ないとどうしようもないし、ペイ1枚出るどうしようですからね。
あ、そっか、いつまでドラフや。トンがドラってことは今頃何を言ってるの。今頃ほら、もうよくよくなってきた。いや、そうか、少数しいか。いや、まあまあまあ、そこそこはそこそこは上がりそうですけどね。でもそこそこでしょ。そこそこですね。これトーンでもペイでもどっちでも仕掛ける感じですね。うん、これそうですね、 E ピン置いてトーンからでも仕掛けられる形に受けましたね、今ね。はい、あと何半ちゃん、あと2半ちゃんですかね。あ、テンパイ、お、赤ウソ短期ワンチャンさん。あ、ほんまや。ウソはウーピン切った。うん、一直線。場にはゼロの手の内1枚、あ、手の内今1枚吸収されたので残り2枚。 K は全員の厄介です。オタ、オタではない。三層。うん。先輩。まあこう受けたってことはリーチですよね。そうですね。パンダさんがペンチ層でリーチ。層図の方が受けがいいっていう感じですよね。はい。他の二人の捨て牌。場には一枚。残り三枚。うん、あ。あ、びっくりした、急速あれ山読みバッチリって感じですね。他2人の捨て牌がやっぱり想像が結構安いんで、まあ、持っててもちゃんとさんの1枚ぐらいだろうっていう感じの捨て牌ですよね、うん、まあでも怖いのは怖いんですけどね、うん、こ、あ、出ました、ね、リーチ、ドラ、ドラ、ドラ、うん、マンガン、うん、これでまたさらに丸い、うん。まん丸で、まん丸になりましたね、これ。上がったもんトップですね。はい。3万4000、3万6000、3万5000。これ、チャンダさん、一回上がったらもう、上がりやめした方が良さそうですよね。強制じゃないんですか？あ、強制なんですね。あ、いや、強制じゃないです。じゃない。はい。もう、この接戦、例えば2000オールとか積もったら、2000ウォール積もって続行したら相当やばい。やばいって言うとすぐですよ。相当やめる。これドラ何かな。いいそう。はい、あ、イーワン泣きましたね。チャンタさんの親、ドラはイーワンから行きましたね。そのあんこ、スピード勝負。そうですね、もう、あ、チャンタさんが2つ目のポン、はい、で、リャンシャンテン、いいシャンテン。これサブロス入って多分ウーピン切るでしょうね。はい、もう上がりトップですからね、うん、ね、関数層。おーっと、本当に引いた。ウーピン、ウーピンじゃない。あ、でも、あ、今切られたので、今切られてもこれ両面になってもウーピン切れない、トン切れないですからね。うーん、あれ、あ、数層、静かに数層がヒットしましたね、今。チュン、ドライチ、チュン、ドライチ、あ、カリトン、あらま、2点。まあ上がられるぐらいならって感じで。すごい、初めて見た帰りと。これでサドンデスですね。はい、サドンデスの帰りと、ノーテンバップであっても浮いた時点で終了。はい、はい、ですね。なのでみんな、いやでもワンチャンスさんは今のはファインプレーですね、やっぱりね。ファインプレー2回目ワンチャンス。あ、さっきのあの背景の、あ、ね、ポンしてカン、ね、ポンしてカンみたいなやつですね。チャンタさん、これ苦しい、苦しい。 あ、でもシャアが、はい、はい、あれちょっともうパンダさんの方が苦しいんじゃない。これでシャア出て泣きますね、この状態なら。パンダさんの、パンダさんも苦しいです ね、ワンチャンスもマーク系が残ってるから、あ、どこもどこだな、これどこも苦しいですね、これ。チャンタさんがちょっともう特許権ゲットしたんで、あとも G の処理してる間に数杯来ての、もう何でもリーチしますね、これ多分ね、シャンタさんも、うん、どっちが入っても、うん、パーピンかな、うん、イーソーを切ってきましたね。あ、トンが統一、トンは今1枚切られたところなんですね。そうですね、今切られたところ、ヤンパスト、酸素、とりあえず、うん、一旦酸素ですか、ね、ヤンパストやっぱり残してきて、これでイーソー切りか、うん、イーソー切り、うん、ノーがくっついて、これで1ピンですかね。もう換算像に決めませんね、うん、まだ。
E ピンが、あこのペン3ピン痛い、まあ、これはでもまあちょっとしょうがない。うん、でも E ピンが売り、おこれめっちゃいいじゃないですか。これはもう決まりましたね。決まりた、決まりました、うん、はい、このリャンパスはもうどうしようもない、うん、確かにどうしようもない。さあリャンピン、あポンせず、ポンせず、これでももうみんな用意どんでいくしかない。いやでもまあリャンピンですね、リャンピンで回るしかないですかね、うん、もうリャンピンでしょ。うん、チーピン、チーピン、お筋、そうですね、ウーピンチーピンは割と切りやすいですね、これパーピン切りだと。でももうちょっと間に合わないな。お、換算像間に合いましたが、順から、でもこれ現物ですが、あそっか、酸素現物で、でもパンダさんこっからね、リーチだ、うん、いった、トンと九層じゃなくて、え、あれ、あれリーチしてます、え、え、ダメダメだよ、あれ、あ、ちょっと形勘違いしちゃったんですね、ノーテンリーチしちゃいましたね、はい、うん、まあでもリャンパストが、うん、形を勘違いしましたね、はい、多分、そうですね、はい、まあでもリャンパストで決まるでしょう、はい、あ決まりましたね、うん、多分799を勘違いしてましたね、そうですね、うん、はい、ワンちゃんさんが見事カエリトンを制しましたね。リーチドラさん、カエルノーテンリーチまあ、はい、まあ、789か999かどっちかと勘違いしたんですね。そうですね、はいはい、もう遅いで、あもう遅いで、中身バレてもうたで前半戦ね、ワンチャンスさん3位やったんで、これでも2連勝2連勝してんの。でもこれだいぶトップ入れ替わりました、入れ替わりましたね、入れ替わりました、はい、でも大混戦ですね、帰りとまでなるのがすごいですね、うん、いや見事アリアンパッソを先入った場合はシャボ、いや絶対打つでしょ、うん、イービンキューピンでしょ、イービンキューピン、はいはいはい、ペンチーピンには受けないと思いますね、さすがにドラ表示牌のペンチーピンは大丈夫、はい、キミストリーみたいになってね、ちょっとパンダにメガネを持って帰ったんですよ、ね、あなるほどね、パンダにメガネを持ってかれて、そうそうそう、メガネを持って帰って、せっかくなんでこのまま、はい、では4回戦終わってのポイントを用意いたします。ちゃんたさんがマイナス22ポイント、ワンチャンスさんがマイナス5ポイント、パンダさんがプラス27ポイントで、まだあれですね、ちょっとパンダさんがなんとか耐えてます。さらに接戦。はい、将棋の分で耐えてるのかな。最終戦トップ取ったとこ優勝とかなるかもしれないですね。そうですね。なりそうですね。上下で49ポイントしか。飛んだ、もし飛びが出たらちょっと苦しくなるかもわかんないですけど、うんうん、それでもって感じですね、うん、そうですよね、いや大接戦大混戦、はい、で次これでもし誰か飛んでも全然最終戦、はい、ありますね、ね、はい、どこのチームも200ポイント近くはなんとかなる数字になりますからね、うん、逆に次トップ取ってももう全然安全圏ではないから 安心できないですね、うん、ってことは次の状態とかやと、もうトップ取るとき、トップ取るときというか帰りトンになる前、オーラスもう上がりやめせずにみんなガンガン連チャンするんですかね。それかも確実なトップを取るのか。どうなんでしょうね。あんま点差離れてなかった最後のね、6回戦目もう絶対トップ縛りになると思うんで、ね、どうなんですか。どっちの方がいいんですかね。わかんないですね。はい。まあ、でもなんか条件残す方が良さそうですけどね、最終戦にトップの、うん、ってことはもうトップを取って、で下手にだから長引かして役満とか出たら、うん、偉い目に遭いますからね。役満とか出ますからね。出ますね、はい、いやーすごい、こんなに接戦になるとは本当に、はい、それでは5回戦をスタートいたします。ちーちゃがワンチャンスさん、パンダさん、あのメンバーチェンジして、え、あ、ま、びっくりした、うん、そうですね、はい、なんちゃんにちゃんたさん、なんかちょっとおとなしめになってますね、ゲームが、うん、シャーちゃんにパンダさんの並びでスタートいたしました。ドラドラトーン1曲、ドラはペイです。あ、ここもドラドラ、うん、ドラドラ、ドラがもちもちですね。薬杯のドラがもちもちになってます、うん、うん、
ってことはちょっとワンチャンさん有利ですかね、あれ頭に使えるので。そうですね、チーピンアンコになったんでね、うん、かなり、うん、パンダさんかなり泣きたい形ですからね。そうですよ ね、苦しいですね。初までといつこうなるとでもチートイツになるかも。チートイツにはまだちょっと遠いんで、初出たらポンするかもわかんないですね。うん、先に出たら初からなら、あ、これでやっぱり封鎖を切りますかね。ポンしたい形が残りますね、うん、ワンチャンさんが引いてに、お、ウーピンを引いてダンピン残しました。残しましたね。もし3ピン引いた時はいいそう、テンパイとりあえずいいそうでしょ。どうですかこれは。いいぞ、ね、いいぞ、うん、うん、ポンのできる形に変わりましたが、あ、この青初これはポンですね。これにポン点がかかりますが、町はシャボの方に受けましたね。リャンピンが切れてるんで、イーピンが狙い目っていう感じになってますね、はい、ペはワンチャンさんともちもちなので、イーピンが山に2枚、これでいい形、両面両面になりました、うん、数ピン切りづらいですけど切るでしょうね、うん、さあチャンダさんちょっと出遅れ気味。そうですね、どうしますかねこれ。どうそうまだいけるって感じで切りました、うん、スーソー、うん、チートイツか、チートイツ、これでますますいいピンが上がれそうな雰囲気に。そうですね、いいピンみんな使えないですもんね。これサブローソがどん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 切られていくのは嫌ですね。うん、あ、リャンピンの取り通し、メンツ手に行きました、うん、チャンダさん。こうなるといいピンが止めづらい。うん、3ピンでも入ればね。はい、ワンチャンさんテンパイ入んないですね。入んないですね。サブローピン、サブローソー、あ、入った、あ、入った入った、サブローソー、ただサブローソーが結構薄い、結構薄い、お、一発も、一発も、そんなに実は薄くなかったですね、これ。うん、残り3枚ありました。ワンちゃんさんがリーソクズモドラが、お、1、2、3、4、5、突破のつも上がり。パンダさん何か拾ってましたまあエキシビジョンは、今日じゃないですね。今後そのうちっていう感じで、まだ決定してないです、うん、はい、ワンチャンスさんのレンちゃんです。トン一択一本場ドラは3層です。強い。あ、今度ソーズ屋さんゴール、ソーズ屋さんドラ3層、なんじゃこりゃ。えワンチャンス超左手え、これ7、8、9、ダブリだ、ダブリ、え、なんなん、ちょ、左手にしてよ。6、9ピンのダブリドランコ、ドランコ6、9ピン、あらま、隠してた部分がなんとダブリのこれに対抗できる人っていうか、まあでもダブリなんてね、もう一回待ったら、一回待ったら超いい街になるかもしれない。いやもう絶対曲げるでしょあれ曲げるね、うん、橋かかってるしね、曲げたいですね。カンちゃんとかだったらまだしも、これノベタンの6、9ピンだったら絶対リーチするね、絶対する。さあ6、9ピンは6、9ピン手の内1枚、残り何枚ですか。残り5枚、自分で2枚使ってるから、はい、よくできました、よくできました。ツモー、リーリーツモ4、ダブリーツモ4、ナス裏は乗らず、ハネマンのツモ上がり、9000の1本場1万オールですね。なんか一気に来ましたよこれ。いやすごい、これダブル飛ばし、一気に来ました、ダブル飛ばしまで行くと、ね、これ最終戦だいぶ有利、うん、かなり有利、うん、まあ、ほとんど今イーブンな状態なんで、ダブル飛ばしやれると次ダブル飛ばしやらなあかんことになりますからね、うんうんうん、トン1局3 2本場ドラは白です。あ、チャンタさんが今度はかなりいいですよこれ、うん、真ん中ばっかり。お、あ、こちらチャンタさん、あ、ね、すごい、一応いい射点、うん、カウンソーとヤンピン、これはちょっと、あー、引いた、めっちゃいいとこ引いたさあ、リャンウーピン高めイペイコーのドラ
リーチも今手が踊ってました。めっちゃ嬉しそうなリーチでしたもんね。サリアンウーピンはバーゼロ。まだいっぱいあるでしょ。うん、1、2、3、残り5枚。はい、あ、でもポンしてイーシャンテンだもん、うん、イーシャンテン、うん、パンダさんはイーシャンテン。5枚あると大体いけますね、うん、初がどうかって感じですね、うん、青は誰の手にもなくない。初とリャンウピンがどっちが早いか、うん、言いそうもない。さあこれはさあ、ね、ローピンいきました。原産層のゲームを残しての、うん、初とリャンウピンどっちが早いかですね、これ。うん、ローピンリーチなかったら、そうですね、これスーチー層もイーソー発も十分枚数残ってますからね、うん、ワンちゃんさん展望持ってるのでどうしますかね、降りますか。一応まあ9ピン切って、うん、一応イーシャンテン、うん、あ、発が出た。あ、間に合った。スーチー層これで5部じゃないですか、はい、5部ですよこれ、はい、5部どころかスーチー層の方がいいですよこれ。でももうこれどっちが先にあるかですからね、うん、数値層6枚ぐらいありますね。やばいやばいやばい、これ上がれないとちょっと悲しいな、うん、どこにも流れない。いやっていうかこれなん、どこにも流れない、決着がつかない。まあでもね、あのワンパイの枚数的にどっちかは先に、うん、合計10枚あるんですけどねこれ。さすがにそうそう決着ついていいんですけど。もうそろそろ、あー、詰まりましたね、うん、これはすっといたいな、ちゃんたさん、うん、絶好のねリーチですもんね、はい、かなり気持ちいいリーチ打ってたと思うけど、カンウソ入ってですからね、うん、二役ドラさん、ラトン2曲、親はちゃんたさん、ドラはE1 かな、 E1 です。今のででもちゃんたさんちょっと火がつくかもわかんないですよ、逆に、ね、逆にね。なんだよみたいな。あ、ちゃんたさん早そうですね、うん、そうですね、今回も結構うちに寄った平たい手で、うん、本当そのまあ今のは手なりは手なりですね。手合いのテンパイですけど、チーピンが欲しいところは、ここはチーピンちょっと欲しいか、うん、ここも欲しい、ここも欲しいな、あ、もっと欲しくなった。パンダさんの方が形はいいですね、ですね、しかもチーピン今あんこですからねこれ。あ、これでソーズの真ん中がつながって、うん、パーピン、キューピンあたり、トン泣きませんでしたね。お、あ、ワンチャンスさん、ワンチャンスさん泣かなかったですね。イスソロ、キューピン、パーピン、ウソ、シュワンコや、シュワンコ、シュワンコや、あれ。さあこれでパーピン、キューピン入りますか。あ、うん、でもスーチーピンの受けは薄いですけどね。さあ危険度でキューピンか、キューピン、うん、これでスッチピンリーチ来ました。リッピン、ドラさん、あ、でも3枚いてんのか、うん、結構いますよ、うん、ね、はい、スーピンが丸々2枚来てますね。ここチーピンが出る格好になってますしね。僕の手が悪いじゃない。ねチーピン出る格好になってってますよね、うん、あ、これで出なくなる、そう、パーピン取りそうとしてですね、これ。ローキューピン入ったらどうするかな。あ、カンウソ、カン三蔵、カン三蔵の天杯、三蔵がまだ2枚、三品のカン、カン三品のアンカン、シンドラ、三蔵が見えた、三蔵見えた。あ、でもこれで受け替えができますが、
どれも通ってない、うん、で、スーソーはシンドラ、オスナはローソーですかね、キューソーも通ってるし、そうですね、はい、ローソーでしょうね、行くんだったら、うん、行きました、上がりたい。さあ、ただしこのカンウーソーは残り1枚か、三蔵が出たローソーが通ったんでね、うん、ウーソーは残り1枚あるんですかね、スーチーピンまだ3枚あるんだけどな、あ、こっちに来た、わこれ追っかけだ、イースーソー、イースーソー、イースーソー対、あ、リャンソースーショー対、あ、ここもリャンソースーソーになったあー、これもカンウーソーならこれだけ売ってますもんね、これスーソーとか使うのは最悪ですけど、スーソーは1枚あります、すごい全員スーチーピンも2枚ある、あ、いいそう、あ、いいそう、つかんだ、ちゃんたさん、辛いですね、辛いな、これリーチしてね、うわ、え、え、何、裏子、裏子、あ、いや、トリプル、トリプル、じゃあこれはもう突き抜けましたね、箱下、あ、トリプル、バイマンか、バイマン、打点はちょっとわからないですけど、バイマンの裏子、はい、リーチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やっぱトリプルだな、うん、いやー、これはちょっと最終戦厳しいですね、ふーってなってる、うん、いやー、もうワンちゃんさんの一人二人かと思いきや思いきや、思いきや、これパンダさん粘ってほぼ並びぐらいまでいくんじゃないですか、はい、そうですね、今の上がりがかなりでかいんで、ね、パンダさんとワンチャンスさんは得点差以上に、はい、チップ5枚と飛ばしとで、あの4万点以上もいってるんで、ね、はい、あ、それ同じぐらいのポイント、同じぐらいのポイントですね、はい、チャンタさんはもうダブル飛ばししかないね、いや、どうなんだろう、上2人が並んでくれたからそこまで、あ、でもそうか、両方削らなきゃいけないから結局ダブル飛ばしぐらい必要か、うん、そうですね、はい、5回戦の結果を踏まえて、チャンタさんがマイナス130ポイントワンチャンスさんがプラス62ポイントパンダさんがプラス68ポイントとなっております、はい、チャンタさんが130ポイント68、178ポイント、198ポイントってことは2人、2人飛ばしたらまあいけますね、ってことはもうまあ次ちょうどチャンタさんの出親なんで、はいはいはい、あ、もうじゃトントンブーや、それしかない、そうですね、うん、一番いい条件で一応親ができるんで、うん、まあ今のなんかでも上がれそうな手が2回連続上がれてない、そうですね、まあ2回目のスーチーピンはそんなにでもなかったかもしれないですけど、うん、あのリャムピンがかなり良かったですからね、はい、あれはちょっとつらかったですね、あの3巡目リーチでリャムピンですからね、パンダさんとワンチャンスはもうトップ取ったら、どちらかがトップ取ったらまあ大体無条件、はいはい、チャンスさんがトップの場合は着順上の方が優勝っていう感じですかね、まあチップがでもどうなるかですね、1枚5000点ですからね、うん、そうですね、チップもこれ2枚から変わるんですね、1枚だとまだ変わらない、うん、あ、チャンタさんがトップ取ったときはちょっとチップ勝負になる可能性ありますね、あるね、はい、うん、いやーすげー、予断を許しません、うん、まあなぜあの、はい、はい、チャンタさんの出親をね、うんうん、が一番見どころですかね、うん、最終、そうですね、もうこのトン一曲がトン一曲に全てを、そうですね、2人も並んでるんで、パンダさんとワンチャンさんが、チャンタさんがリーチって言ってしまえばちょっと2人とも、まあ、手配次第ですけど行きづらい。